日はファミリーマート行けなかったので、夫がスーパーで買ってきてくれたこのどら焼きを朝ごはんにしようと思います。これですね。我が家結構日用品とか保存が効くものをロハコで買うことが多いんですけど、今回コーヒーを、なんかこういうパウチ状になったコーヒーを買ってみました。どんなかな。うんうん、いいですね。濃いくてすっきりして飲みやすい。で、今回のロハコは、ロハコ時々あるんですけど、おまけがついてました。ファンケルの粉状の洗顔みたいですね。黒くてなんか汚れがよく落ちるということみたいなので、使うの楽しみです。ではひとまずどら焼きいただきます。またしても餃子パーティーいただきます。すごい凄まじい綺麗さ。念願のブラックマジックによる夕焼け。今日ちなみに今6時45分なんですけど、祝日なのでレインボーブリッジのワイヤーのところが赤に7時に点灯されるんじゃないかと期待してます。実際どうかな。そんなにワイヤーの色興味ある？気になるよ。なんかそのどういうルールで何かがなされとるかっていうのが興味があるわけよ。わかる？ああこういうパターンねみたいなのがこう理解ができるとすっきりするでしょ、うん、7時、まあ、そうだけど、うん、ワイヤーの色とかどうでもいいんだよ。仲良く温玉ぶっかけ、夫は温かいの、私は冷たいのにしました。いただきます。かわいい。これは相当かわいいね。おー、しんちゃん、これこっちがかわいいの。あーかわいい。名前アクピーくんって、これ決まったんか、もともとついとったんかな。アクピーくんって初めて知ったわ、うん。こんにちは、ファイナンシャルプランナーの風呂内彩です。ここ何日かの FP 小話は40年ぶりに改正された相続法について少しずつお話をしてるんですけれども、今日は今年の4月、2020年の4月に施行された、配偶者居住権というものが新設されたということについてお話をしようと思います。配偶者居住権なんですけれども、まあ従来のケースで考えてみましょう。例えば2000万円相当の自宅と2000万円相当の現預金を持っている夫が亡くなったというシーンで、残されたのが妻と子供1人という、まあ、合計2人だったとした場合に、妻が自宅にその家に住み続ける、2000万円相当の家に住み続ける場合には、フェアに分けるためには2000万円の家を、まあ、こう相続してしまったら残りの2000万円の現金を全部子供が相続をするという形で、住まいは確保できるけど現預金が手元にないという状態が、これまでだったら通常に分けるとそうなってしまうという状況がありました。で、4月から創設された配偶者居住権ではどういう考え方をするかというと、その自宅ですね、不動産の部分を配偶者が住む居住権、配偶者の居住権という部分と、あとは負債付きで所有権を持っているという部分に分けるという考え方をするようになります。で、このことによって、例えば、まあ、ある物件2000万円の物件の配偶者居住権が1000万円で、負債付き所有権が1000万円だったとした場合に、妻は住むんですけれども売却はできないと。で、所有権自身は子供が1000万円持っているという状況になりますので、現預金も半分ずつで1000万円の現金と住む権利を配偶者は手に入れるというような配分ができるようになりました。で、この配偶者居住権の部分をどういうふうに計算するかは、妻の年齢と平均余命の兼ね合いで、あとどのぐらい住み続けるかということと、あとその物件の構造ですね、木造の建物なのか鉄筋鉄骨コンクリート造りなのかというような部分で、耐用年数から計算をするというような形になります。
まあ、手元に現預金と不動産という部分のバランスを取りながら、配偶者が住まいを追われずある程度の現預金を手元に確保するための制度の設計という形になっています。以上 FP 小話でした。ついに 3D プリンター買ったね。ね、完成品じゃないからちょっと組み立て心配だね。本当はね、完成品が僕は組み立てやりたくない確かにまあでもなんか組み立ててるとこう構造がよくわかるって皆さんおっしゃってるから、まあ勉強しながら。ライブ？いや、ライブはうちは多分絶対夫婦喧嘩やってそれを見せることになるのでやめましょう確かにめっちゃやりません、ライブはやりませんめっちゃ怒られそうだもんね、うん、いやライブはないそうです。頑張って皆さんのライブを見て勉強して頑張って組み立てます。楽しみ。さあプリン今日は何個あるかな。1個。ほんまや、そうだね、人気出ちゃったか。こちらのチャンネルフローチ Vlog では日常の記録 Vlog の中にお金に関する情報を織り込んでいくというコンセプトで動画を更新しています。毎日19時に更新しておりまして、毎日見ていただくことでなんだか最近お金に詳しくなった気がすると感じていただくことを目標にしています。動画の概要欄にはその動画に関連するリンクなどのテキスト情報をできるだけ丁寧に書くように心がけておりますので、気になるテーマが出てきましたら動画の概要欄もご覧いただけるとお役に立つかもしれません。このチャンネルの動画を面白いと思っていただけましたら、いいね評価やチャンネル登録いただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。